はい、こちら広い養生さんの銀林山頂山系サイズ57センチです。お願いします。はい、今回は日本の日の丸ということで、山頂特集を、お届けしております。今年1年ライブ公演ありがとうございました。そしてまた今年も1年よろしくお願いいたします。こちら新潟の広い山の銀林山頂山系です。まあ、あの山頂空白は割とどこでも、数見るんですけども、山頂山系って意外と少ないんですよね。まあ、山頂上は割とそのまた見るんですよね。山頂山系っていうのはやはり、炭がですねこのようにバランスよく、配置されないといけないということで非常に難しい品種だと思います。炭が出過ぎてしまったり炭が少なかったりすると本当にあの見栄えが悪くなってしまいますが、この鯉に関してはいい場所に炭模様がついておりますのでしっかりしております。その中でもこちら銀鱗の単調産系です。さらに、レア度、珍しさが、湧いてくるんじゃないでしょうか。しっかりとした大きな銀が吹き、しっかりとした炭がつき、体もいい、そんな単調銀鱗単調産系と言えます。はい、じゃあタンを見ていただきたいと思いますが、はい、綺麗なしっかりとした丸点です。にじみもないですね。目のこのここがちょっと今赤いんですけども許してください。まあ、お正月ということで、酔っ払っちゃったんですかね。目のとこがちょっと赤っぽくなっておりますが、これは愛嬌として許してあげたってください。はい、そして、まあ、幅も目顔がこの濃いこの四角い顔が四角いということは自然にこの体の太みもついてきますね。細い鯉はそのままいきますが、顔が四角いということはこのボリューム感もつきますのでそのまんま来ております。いい銀の中にいい炭、はい、本当に品のある大きい炭がついております。バランスが取れておりまして、前半から後半まで大きい炭がついております。はい、横です。はい、お腹の方までボリュームしっかりついてますね。やはり銀が、銀鱗ということで肌もいいです。はい、見上げ出したまた銀鱗いいですね。このちょっとピカピカと光ってそうですそうです。はい、この中にこうしっかりした爪がついてますね。もう目かずら目の、 あの人間でまぶたのところが赤いアイラインみたいな感じで可愛いじゃないですか。はい、あの池でね見てるとそれほど、目立たないんですけど、こうやって上げるとあれなんですけども、はい、非常に体のいい太みのある山頂山系です。そうですね、ラインが綺麗な、銀鱗山頂山系です。いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。